情何を失えば心は許されるの、どれほどの痛みならばもう一度君に会える。 One more time、 季節よ移ろわないで。 One more time、 ふざけやがった時間よ。食い違う時はいつも僕が先に割れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。 One more chance、 記憶に足を取られて。 One more chance、 次の場所を選べない。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない、全てかけて抱きしめてみせるよ。寂しさ紛らすだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから自分を偽れない。 One more time、 季節よ移ろわないで。 One more time、 ふざけ合った時間よ、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も。夏の想い出が回る、不意に消えたことを。ここに来るはずもないのに、願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない、全てかけて抱きしめてみせるよ。いつでも探しているよ、どっかに君のかけらを。旅先の店、新聞の隅、こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も。いつでも探してしまう、どっかに君の笑顔を。急行待ちの「こんなとこにいるはずもないのに」「命が繰り返すなら何度も君のもとへ」「欲しいものなどもう何もない」「君の他に大切なものなど」「
ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ゆうりです。なりです。今回は山崎まさよしさんのワンモアタイム、ワンモアチャンスという曲を歌いました。はい、いやいや、昨日の今日ですね。そうですよ、はい、本当にあの冬の夜眠る前のプレイリストを作るっていう動画、はい、皆さん見ました？あれに僕入れてたんですよね。皆さん聞いてますか？毎日聞いてる？本当に昨日出たばっかだから昨日の夜聞いたから誰も聞いてくれすぐに聞いてくれ。あそこに入ってる曲で、はい、この曲めっちゃ好きでさ、うん、改めてやっぱり歌いたいなと思って、うん、プレイリストに入れたのに歌わないなんてふざけんなと、ダメだよって、はい、だから今回歌いました。で、はい、秒速 5cm 見てないでしょ、確か。まだ見てないです。めちゃくちゃエモいよ。え、俺の時代は、うん、やっぱりあの、なんつうんだろう、君の名はなかったからさ、高校生。まあそうね、わかる、はい、まあそうか、新海誠さんの。そうそうそう、そうそうそう、やっぱり俺はもうそこなの、うん、やっぱりこう秒速5cm が俺のアニメの始まり的な衝撃を受けた。衝撃を受けた。そのなんつうの、子供の時は知ってるさ、タッチとか、うん、北斗の拳とか見てたよ、うん、その時代って北斗の拳本当マジで見てたのよ、うん、え、自分の時代は何なの？それこそ君の名はなの？そうだね、本当に中高校生ジェネギャお前若いなやっぱりさ、うん、その時に使われたラッドウィンプスさんの曲はやっぱしみるでしょ。だってもうやばい。だから同じよ、そういうこと。全然ですよ、これそうよ、もう本当に神ソングよ。あ、このアニメにぴったりの曲だもん、うん、マジで。でやっぱり全然前世もさ、はい、あれもう何十年後も歌ってるよ、誰か。確かにね、うん、絶対歌ってるよ、若い男の子女の子が、はい、絶対歌うじゃん、うん、俺が歌う曲も、うん、ほんと永遠に歌われてるから。確かにすごいよ、マジで名曲よ。でさ、俺思ったの、ギターやって思ったんだけどさ、うん、いつでも探しているよ、この探しているよのさ、これで G をこのこうやって押さえてるの、うん、この1弦は薬指で押さえてるんだけどさ、うん、ここ3フレットなんだけど、ここに行くのね。はいはいはい、半音ずれました。ここがずれんのよ、薬指がずれるだけなの、うん、いつでも探しているようなんだけど、これに変わるだけで、いつでも探しているよ、なんかこのかっこよくね、うん、いいね、おしゃれ。 G メジャー、 G メジャー、G メジャー。何そのなんかちょっと先生ぶり。G メジャーです、こちら。いやいやいや、 G からのメジャーに移る感じです。これがすごいおしゃれだなと思って、なんかすごい何度も弾きたくなる。確かに、うん、いいよ、本当にめちゃくちゃいいからな。そしてこの曲、うん、U フレットにさ C って入ってるの、うん、で C マイナーかな、確かなんだけど、ここもね、やるとおしゃれ。この C、うん、アドナイン、アドナイン、 C アドナイン、 C アドナイン。俺はもうこれがめっちゃ好きなの、はい、これマジで隠れんぼもドライフラワーも全部これよ。これでこのコード使ってる、はいはいはい、ほら、わかるわかる、はいはいはい、この気になじみがある。このね、これにするだけで世界変わっから、音楽の幅広がっから。最近あの漫画って読んでる？読んでる読んでる。何読んでる？教えてごらんなさい。ファブル。あー、それはね、俺は最近すごくちょっとハマってる漫画があるんだけど、はい、ちょっといいですか、言っていいですか。もう全巻買ったんだけど3月のライオンっていう、あー、聞いたことある、将棋のやつなんだけど、うん、あー、うん、でもお前キュンキュン、キュンキュンなのかな、なんか重たい話もあるんだけど。何、ラブストーリー？いや、うん、将棋、将棋者、諦めちゃった人の話だよね。は、ふざけんなよお前全然違いから。もう漫画最高よ、マジで。なんかね、絵もいいのよ。で、俺でっかいじゃん、iPad。うん。割れてくれてるみたいな。だから、はい、マジで本当に素敵なの、素敵なのでね、はい、その3月のライオンもぜひ読んでもらいたいです。ちなみに3月のライオンは、この今日歌った楽曲、ワンモータイム、ワンモーチャンス、一切関係ないです。いや、本当にね、はい、この3月のライオン、一応間違えた、違うよ、バカ、バカ野郎やってるよ。いや、本当にね、ワンモアタイムとワンモア、はい、ワンモアタイムじゃなくて、ワンモアタイム、はい、テン、ワンモアチャンス、はい、もう最高だから、はい、皆さん、ぜひ聴いてみてください、はい、というわけで、今日はとても早口でしたが、すごくすごく楽しかったです。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さん、また明日、冬のプレイリストもお忘れなく。ウィス。チャンネル登録お願いします。